棋士藤井聡太の将棋トレーニング。はい、どうもです。今回はこちら棋士藤井聡太の将棋トレーニングというね、一応最近、タイトルをゲットして、失礼、タイトル戦に勝って将棋の成人棋聖というねタイトルを獲得した藤井聡太七段かっこ棋聖の将棋トレーニングゲームです。ただ実際これなんかギャルゲーらしくて、しかもやればこれ要は藤井聡太七段に勝負を挑めるゲームなんですよね。で、私一応ねこんななりですが、最近あのファイナルソードっていうねスマートフォンで史上最高難易度と言われるアクションソードゲームをね全クリしたんで、言うなれば剣聖、剣の聖人と書いて剣聖なんですよ。多分ね藤井聡太七段であってもファイナルソードを全クリするのは難しいんじゃないかと。つまり今は僕と藤井聡太はタイトル位置にあると。なので今回このゲームを通して僕藤井聡太完全攻略しようと思います。お願いします。さあどんな…はじめまして。いや笑っちゃいけない。はじめまして。え、鬼やってました。お願いします。今回ね7段あなたを倒すために僕実況します。お願いします。このゲームでは将棋の駒の動かし方から勝つための戦法まで楽しく身につけられますと。聡太さんやめましょうよ、オタクは。お互い打ち合いましょうよね。かわいい。ちょっとキューティーだね。やっぱさ、藤井聡太七段さ、笑顔いいよな。すげえなんか一緒にテキーラ飲みたい気分だわ。スーって言って。飲みながらね、打ち合いたいけど。まあまあ未成年なんでね、そういうことは言っちゃいけないと。まずはストーリーモード、将棋プラネットと遊んでみましょう。このぎこちない右手がいいね、七段。いいですよ。その手でこうパチって打ってるんでしょうね。ただ僕も、この手で、牽制になりましたから。幾多の血を乗り越えて、勝負しましょうよ。まあ、ソータが言うんであれば、やった方がいいらしいからね。じゃあ、ウェルカムタウンから行こうか。ソータと打ち合いたいな、早く。あ、入った。ここが将棋プラネットのイベントやってる会場かな。みんなが遊んでるみたいだけど、どんなアプリなんだろう。アプリっていう設定なんだ。将棋じゃないの？あ、将棋アプリってことかな。いや失礼。いや将棋プラネット遊びに来たのかな。いやだけなんですね、これね。こんにちはって言ってほしかったね。ただまあ、一応ね、フルボイスチックなのかな。この辺りはギャルゲーって言われて、出てるゆえんかもしんないんだけど、悪くない。は、はい、やったことないんですけど、あなたは、あなたはもしや。はじめまして、藤井聡太です。まあ、言われなくても、僕、ライバルの顔と名前一致してますから、将棋のプロ、棋聖ですね。まあ、私、一応、申し遅れました。オニアと申します。聡太さん、最近僕は、ファイナルソードを完全踏破して、牽制になりました。お願いします。え、将棋のプロ、うん、今日は将棋プラネットのイベントに先生として来てるんだけどね。なるほど。このアプリは将棋好きの人が集まって楽しめる将棋のテーマパークみたいになってるんだ。ここちょっと喋ってほしかったね、聡太七段に。ああ、じゃあ遊んでみようかな。うん他の選択肢ないんだね。まあじゃあ今んとこ選択肢ないのかな。最後あんのかな、告白メーターみたいな。悪くないね、聡太とちょっと共に。まあね、一応男性同士ではあるけど、一応ライバル関係みたいなの作りたいから、そういう面ではあってもいいから、選択肢が。ショップが解放されました。ソータ、ソータめっちゃ出るやん。嬉しいね。そんな相手してくれんだ。早速、藤井先生に将棋の遊び方をしてもらうことに。僕、一応知ってるんだけどな、将棋。一応、このなりだけどね、幼少期僕、打ってましたから。将棋は2人で遊ぶゲームで、駒を使って順番に一手ずつ指していくんだ。まあそういう方法もあるし、あとはあれだよね。並べてさ、こうパッチン、なんていうの、指パッチンっていうのかな、デコピンか、デコピン飛ばしてさ、インベーダーゲームするってあるよね。僕これやってね、将棋クラブ波紋になったんですよね。さあ一通り終わって、分かった分かった、動かし方。分かったかも。選択肢システムいいね。駒を動かしてるうちに動き方覚えるから。まあそうだよね、実践やった方がいいって言うからね。学習本。めっちゃ本くれんじゃん、ソータ。お、もう大丈夫だよ。AI は手に。これ、ガチでこれギャルゲーになってない。これ、ガチでギャルゲーじゃない、選択肢の。大丈夫？そんなにできるかも。うん、それじゃ早速、覚えたての門に行ってみよう。ソータ、めっちゃ教えてくれるやん。いろんな場所があるんだね。お、なんかテンション上がってる、ソータ。この中でも、ここは始めたばかりの人が練習できる場所なんだ。あー、なるほど。まあ、一応じゃあ、これ、将棋の基本ルール覚えるって感じが。急に将棋AI来たね。ここ打てないんだ、ソータと一緒に。まさかラスボスか、ソータ。まだ打てないじゃん。いや、いい感じだ、ありがとうございます。一応、ね、一通りチュートリアは済ましたんで、これでもう打ちに行けんのかな。プラネット対局してる人の感情を見たと機能があるんだ。へえ、
さっき決め負けちゃった AI も負けてる表情が出て、俺多分 AI でまだ打ってないぞ。え？うわーやっと将棋打てるわ。長いよ将棋打つまでが。私この慣れだけどね、インベーダーで派遣取ってますからね。あーなるほどね。二歩しようかな。じゃあもうこれで飛車でもうドーンですよね。勝ちました。でさらに竜に進化するとこれだよね。お、なるほど。1、6、歩か。であれば、ただ、ここ一応ね、ソータの得意技決めていこうか。各ガンボリ。各ガンボリで、はい、これ、核進化。馬。この瞬間に、うちの最上級進化してるんで、ここでもう、多分、お前、そんな動きしたら、バカにしてるのか。じゃあもう、竜を、竜神奥まで行って、はい、王手よ。これ。これにはやっぱね、お、逃げるね。僕一応ね、やっぱ将棋クラブの中で規制って言われてましたから、なるほど、66してくる。じゃあもう馬で決めに行く。もう竜を、王手ですよね。ただこれ多分ね、ワンチャン取ってくるんですね。最近の、なるほど、AI っていうのは進歩したもんだ。なめるな、バカたりが。そんな強しねえぞ。あ、なんか勝ったんだけど。俺まだ王取ってないよ、敵の。何これ。風書いててよかった。さっきの AI は練習のはずだったんだけど、調子が悪いのかな。だいぶ、これ AI の暴走がテーマだこと、もしかして。これ藤井聡太の将棋トレーニングって名前かぶった AI の、そういう近未来に対するアンチテーゼってこと。いずれ AI が暴走するみたいな。深いね、このゲームね。ただ最後に将棋の勝ち方を練習してみよう。そうだ。これついに打てるんか君と。また練習を AI か。やはり棋聖への道は長いですね。将棋ゲームのはずなんだけどね。ずっとね、読んでますね。ソータと僕の会話を。すげえゲームだこれ。マジでギャルゲーだなこれ。この絵が騒がしいな。ちょっと見に行ってみようかな。あ、この顔見たの NHK で。あれだよね。若干困ってるけど、実はもう勝ちが見えてる。藤井聡太の表情だよね、これね。ってさ、読めばクリアスだもんな、これ。どういうこと？将棋打つゲームなんじゃないのこれ。昇級したわ。なんだよ、これ。俺、読んでるだけだぞ、今。ソータと僕の会話は読んでるだけでどんどん球威が上がっていくっていう。ソータレッスンが解放されました。ソータレッスン行こう、ソータレッスン。じゃあ、ちょっとソータレッスン行っちゃおうか。ねえ、一通り覚えたし。そろそろ出てくるでしょう、ボスが。問題を作ってみました。まあソータさんが作ってくれるならね、それ嬉しいんで やりたいですわ。じゃあそのスタンプめっちゃ欲しい。次の報酬めっちゃ欲しい。それじゃあ王手から逃げよう。13行こうか。王手から逃げよう。なるほどね。合駒して王手から逃げましょう。あー、これを消化するってことね。今角ってのはチェスでいうあれだよね、ビショップだから、角で斜めに全部いけると。でこの状態だと今ね、僕の玉取られちゃうので、銀をここに張ることによって、まあ、角のね王手を防ぐと。ちょろいちょろいちょろい。そうだ、こんなもんか。おめでとうございます。なんだこのゲームは。なんだこのゲーム。道場の奥まで進むと将棋 AI の動きがおかしくなっている。 AI を止めるため対局することになった。ついに暴走してんじゃん AI が。これはね、映画でアイロボットって映画あったけどさ、 AI が暴走する、そういうなんかテーマ性あるね。いつかね、人間の行うことが全部機械になり変わると言われてますけど、そういう近未来に対する継承かもしれない。なんか怒ってる。うん、これだけ申し込んでくることはなかったと思うんだけど。あ、バカ、機械感情持っちゃったんだ。これにはね、ソータも悩んでるよね。お願いします、対局お願いします。対局を挑まれているから高橋かな。そうだね。ここまでルールを覚えちゃった君ならきっと勝てるから、対局してみよう。ソータ言ってよ、今君の出番でしょう。機械氾濫してんだよ。だがそこでもやっぱ規制はね、落ち着いてるんでしょうね。こんなのは困難に入らないっていう。さあボス戦行こうか。ほとんどね、文読んでここまで来ましたけど、なんらあれになってないけどな。なんだこの絶対的有利な試合は。ただボス戦だからね、先手6六歩か。であればまず開幕もう即格闘技だよね。これだから実際にあの藤井聡太七段の得意技らしいですよね、格闘技っていう。でさらにここもあれですね、飛車飛び
これもね、やっぱ藤井聡太七段かなりしてますから、飛車止めをグーンといきますよ。はい、もう即と。で、成り決めていったら、はい、もうとりあえず王手をかけに行くと。プレッシャーよね。これが麻雀、これがあの将棋の基本なんで、とにかくリーチリーチリーチと。ありがとうございました。勝ちです、うん、これだよね。もうこの時点で勝ちと。真の将棋っていうのは相手のね、やる気をそぐこと。もうこのなんて先、敵ももう AI だから分かったんでしょうね、きっと。200手先で自分が負けるみたいな、そういう相手のね、心をへし折るのが真の将棋ですよ。基本的なことはマスターできてると思うよ。僕が深いんだ、君ならもっと強くなると思う。ありがとうございます。あ、この選択肢間違えちゃいけないね。要はこれ間違えたら藤井聡太と打てないよね。じゃあまあそうなのかな。いや、頑張るよかな。じゃあここで僕が決めて打とうっていう展開待ちたい。うん、正直ポイントいろいろあるから急に合わせてよさみに行ってみるといいよ。じゃあ僕と試合しようか。終わった、終わってしまった。聡太と打てずに終わった。遺跡のような場所を、何これ、次のステージってこと？これ、聡太がいるのかな？ここは遺跡かな？案内もなし、どうしたらいいんだろう？ねえねえ、キモンワード。お、新キャラだ。まさかこれ、聡太？聡太が別のキャラになってるってこと？誰やねん、あゆみ。俺は聡太と打ちたいんだよ。終わりか、聡太もう。消えた、聡太が。聡太が消えてしまった。はぁ。ウェルカムのみか、聡太。やっぱ帰省への道は長いって意味かな。やだよ。やだよ。俺、お前と一緒行きたくねえよ。俺、ソータと生きてんだよ。決まり。はあ。